というとと自分の機嫌と運気は直結してるからですだから皆さんの不機嫌な時間皆さん一日の中に不機嫌な時間って必ずありますよねイラッとしたりムカッときたりムカつくいや腹立つわーっていう時間ありますよねこの皆さんのイラッとしてる時間って神様はストップウォッチで測ってるって知ってますか機嫌が皆さんが悪くなった瞬間に右見てみてくださいなんとなく悪魔がストップウォッチを押してる姿が見えますからここに。 そして神あの,その悪魔は解説してくれてるんですよ。5分経過、5分経過、10分経過、10分経過、2時間経過、今日は機嫌,が長いのが機嫌が悪いのが長いですね、おっと、1週間経過。この機嫌の悪さ、それから機嫌の良さ、全部宇宙は律儀な倍返しと言って、人生はブーメランの法則ですから、不機嫌を宇宙に投げかけてる人、帰ってきますよ。 だから不機嫌を投げかけるのかご機嫌を投げかけるのかすべて皆さんの個人の趣味の問題になってきますねだからこの不機嫌な時間を1秒でもなくしていかないと運気はどんどん下がります本当に直結してるんですよ皆さんの機嫌と運気ってやつはだから皆さんの周り見てみてください不機嫌な人ってたくさんいるでしょ会社に行けば上司が部下が同僚が不機嫌なやつっていますよね いつも不機嫌、うん、いつも機嫌が悪いその人運気いいですか相当悪いですよ機嫌と運気は直結してるからですだからこの不機嫌な時間を1秒でも短縮していかなければ皆さんの運気というやつは劇的に落ちていきますだから嘘だと思ったら今日家に帰った時にものすごい怒りながらリサーチしてみてください むかつくわーって言いながら怒鳴りながらリサーチしてみてください絶対見つかりませんから自分で自分の機嫌を取っていかなければ皆さんの機嫌って取ってくれる人皆さんの周りいるでしょうか家に帰れば皆さんの奥さんや旦那さん皆さんの不機嫌を不機嫌,不機嫌にさせてくれることしかしないですよねねえ 新婚だけどねとにかく皆さんは感情のコントロールを身につけなければならないということです感情のコントロールこの感情のコントロールというのが皆さんの運気を左右するってことですいつもご機嫌でいるもしくはご機嫌になれなかったとしても不機嫌な時間を1秒でも短くしていかなければならないということです 必ず一日の中に誰かが皆さんのことを不機嫌にしていきます。だからその時にいつまでも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 腹を立ててると運気はどんどん下がっていくってことです。だから常に意識しなければならないのは自分が宇宙に何を投げかけているのかってことです。不機嫌を投げかけるのか、ご機嫌を投げかけるのか、これは運気に大きく直結してくるんです。だからこの部分というのは僕は一生忘れないでほしいと思いますね。よくありがちですよ。この間も僕は 仕事の打ち合わせでね、えー、居酒屋さんに行きました、居酒屋さんに行ったときに、僕の前の前に座ったおじさんにだけ水が来なかったんです、その瞬間、おじさん、店員に向かって怒鳴りましたよ、おい、俺の水がなんでねえんだよ、みたいな、うわっ、波動低くと思うわけですよ、相当波動低い、早く帰ろう、こんな波動の低い人とすると、俺も、俺まで波動干渉を受けて、波動が低くなってくるからやめようって。 波動干渉ということは皆さんご存知でしょうか。